はい、こんにちは。日本海各島奥津澤です。光様、龍斗様、やすし様、水戸の広瀬様、ご支援ありがとうございました。皆様何度も何度もご支援いただきまして誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金とコン太郎裁判費用にさせていただきたいと思います。あとついでに、チャンネル登録もよろしくお願いします。何のついでなんだか、いまだに知事にしがみつく斉藤元彦兵庫知事の肝入りの特殊詐欺対策イベント、会場となるイオンモール神戸南が知事が出席することで混乱や危険が生じる可能性があるため、知事の出席をお断り、これを受け県側は欠席を決定。イベントは予定通り行われる予定だそうであります。まあ、知事に来ないでくんないって、言ったらしいんだ。で、県側がそうですかって、まあ、混乱や危険が生じる恐れ、世論です。デキン知事、生卵ぐらい投げられてもおかしくないしな。知事が来るとマスコミも、押しかけるだろうし、嫌われてんじゃねえかざま。おねだりイコール特殊詐欺の実演世論、そりゃたかられるしな。ここで一番高いものは何ですか。怒って机バンバン叩いてそう。さっさとやめりゃいいものを、どんだけ疎まれてんねん。知事がある意味特殊詐欺だもんな。なんでこんなイベントに15億もかかるんだ。こいつが特殊詐欺について語っても説得力がゼロ。俺だよ俺、兵庫知事俺だよ俺、兵庫知事。知事が特殊詐欺みたいなもんだから、くれくれこじきが特殊詐欺対策事業って、あれも欲しいこれも欲しいとたかるチャンスだったのに残念だったな。知事がイベント出席すると、まあ一言欲しいマスゴミが押しかけて混乱するだろうし、テレビカメラいっぱい並んでるとこで目立ちたいってやつが知事殴るかもしんないし、まあ襲われたり殴られたり、靴ぶつけられたり、卵をぶつけられたり、罵声を浴びさられるも考えられますね、これね。まあイオンとしてはそういう混乱は嫌だったんだろうな。さ、せっかくね、イオンにたかるチャンスだったのにね、嫌われましたね。ここで一番、カニとか置いてませんかとか、言いそうだもんね。危険察知能力がないサイコパスだから分かんないかもだけど、お前世間からものすごく嫌われてっからな。自分じゃ分かんないんだよね、サイコパスだから。まあ、分かんないでしょうけどね。斉藤元彦、自分が行った行為で不快に思われた方がいたらお詫びしたい。不快を通り越して3人も死んでると話題になっておりました。世論です。もうこの世にいない。まあ、不快に思われた方はもうこの世にいないんだ、いう話ですかね。不快というか人が亡くなってんだけど、これで辞職しないんだからすごいよな。謝ったら続けられるって精神やばすぎ。名乗り出たらプライベートばらまかれて自殺に追い込まれるやん。不快に思う方がっておかしいってか、思う方がおかしいってか、3人も死んでるのに謝れば済むと思ってんのか。喫水のクズと、不快な思いしたので謝ってください。はい、定職。という、どうにか逮捕まで意見文化。不快に思った人はすでに墓の中なんですが、不快に思われた方がいたら、不快に思う方が悪い。お詫びしたい。本当は詫びたくないってことでしょうかね。サイコパスやな。不快に思ってね、公益通報した県民局長のプライベート掴んで自殺に追い込んでたくせにね、詫びたいなんて少しも思ってないくせにね、NHK のこういう場合のテンプレだとですね、事態を重く受け止め再発防止に努めます。テンプレ、その後もしょっちゅう逮捕されてからまあ努めてないんですけどね。維新馬場代表、雰囲気や自分たちが損をするからバサッとやると悪い前例になる。批判を受けて立つことも重要だ。斉藤元彦知事に辞職を求めない方針。全然空気読めてないな。影響でね、維新の現職市長落選してんのにね、維新の支持率どん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 下がってんのにね、まあ万博のせいもありますけれども、世論です。人が死んでんねんで、亡くなった方が浮かばれない。なんでかばうんだよ。こりゃ維新はもうダメだな。辞めさせるとなんか都合悪いんか。受けて立てるような批判じゃないだろ。がんが見つかったら手術できるのは当たり前なのに、アホやな。つまり斉藤の件は維新が責任を取るってことだな。責任取ってちゃんと引き取ってよ。立憲いいぞいいぞ、内心に思ってると思います。維新がですね、斉藤をかばうこと、維新が空気読めずにですね、斉藤と心中してくれたら野党第一党で安泰だもんね。
自民党だったらトップが本人解き伏せて電話かけるなり会うなりしてですね辞めさせるんですけどね、自分から辞めた風にしろ、なるんですけどね、3人も犠牲者いるのに、何考えてんでしょうね、馬場代表ね、受けて立てるような批判じゃなくてすでに非難と罵声に変わってんのにね、憎悪と、今後の予想ですけど、テレビ新聞の斎藤叩きはますますすごくなると思います。なぜなら兵庫県議会の、立憲会派が不信任案提出するからね、これで知事の首取れたら大手柄だもんね。野党は普段はテレビ引き連れてアポなし官僚突するぐらいしか目立つチャンスが全然ないのね。で民放労連 NHK 労働組合は立憲支持を公言してるんで、維新のマイナスとなることなら、喜んで、動きますね、働きますね。斉藤と維新は一蓮托生、一蓮托生でなくてもそういう斉藤を放置する維新はパワハラと乞食行為の容認政党ぐらいに、印象操作できたらマスゴミの勝ちだな。しかしこれでもやめない斉藤、サイコパス極まれりですね。これ頑張ったって任期来年の7月までで、あと1年もないのにね、本当に自分が悪いとは微塵も思ってないですよね。すごいよな。このね、やめないってことの危険性も分かってないんでしょうね。で維新の支持率も下げて多くの人に迷惑かけるっていうのも分かってないんだろうな。昨年2023年中に失踪し不法滞在者となった技能実習生9700人で過去最多記録更新。本当は自民党と政府バカみたいですね。こんな毎年毎年バカみたい、1万人じゃねえか、ほぼ世論です。もう制度として破綻してるだろう。外国人窃盗団の犯罪だらけになってるのも当たり前。銅線泥棒はなぜかカンボジア人。毎年1万人も犯罪者解き放ってたら、それは治安急速に悪化するわけで、東京福祉大1校だけでも1600人もいなくなってる、失踪前提で入ってきてるから、転職要件、問題はそこじゃないだろ。誰も責任取りやしねえ。本当だ、伸びるじゃなく1年に1万人失踪なのか、10年後どうなるか分かるよね。保険や免許なしでどうやって生きてんだ。それは泥棒してですよ。雇用者責任も厳罰化しろ。これ雇用側に問題あるだろ。雇用する側も責任ないからの話と、一昨年9000人失踪って言ってたんですよ。それが昨年は9753人、順調に増えてる。失踪対策としてパワハラやセクハラ被害に遭った場合は転職しやすくするとか言ってるんですけど、問題そこじゃないし遅いだろ。遅いよ。なんで9000人も失踪した一昨年から何も変わってないんだ。今年になって急に、で育成就労制度って名前変えるつもりじゃん。初めから失踪する気で来るやつはどめようがないですよね。失踪率が高い事業所は実習ストップさせないと。お前んとこダメです。失踪してばっかでさ、させないと。制度自体やめろって話なんですけど、失踪した9700人発生、今までに失踪してる不法滞在者25万人、今は26万人の仲間入り、ですね。で、全国でせっせと電線泥棒や作物泥棒、空き巣団、強盗団に、グレードアップしちゃう。実習制度廃止でも、数回やりましたけれども、今度は育成就労制度と名前変えて分野をもっと拡充するんだって。岸田の実定がですね、インドネシア人の人買い会社やってますから、意地でもやめなさそうですね。麻生さんもですね、ミャンマー人人買いのですね、日本ミャンマー協会の理事やってるしね、これは増えますよ。失踪者1万人超えは非を見るより明らかであります。留学生の失踪も目立ちます。東池袋にある東京国際福祉大学だけで年間何百人も、失踪してってね、文科省が何らかの処分検討とあったが続報ないしな。普通にあの辺よく通りがかるんですけど、普通に学生、出入りしてるしね。自民党のおかげで潜伏犯罪者、不法滞在は犯罪ですからね。潜伏してるのは全員犯罪者ですからね。不法滞在という犯罪者が26万人。これって司法とか法務省は仕事増やすなよ、治安悪化させんねえって文句言わないのは謎ですよね。今日の単身です。河野太郎、自分の人気下落の原因を聞かれ、マイナ保険証推進と回答。国のためにやらなくてはいけないことだった。なに、日本のことなんか全然考えてねくせにさ、
中国共産党にいるが何保在でんだって話、防衛大臣の一存でですね、あの陸上型イージス中止、中国の謎気球については気球に聞いてください、小バカにしてんな、次の方で質問から逃げ、所管外で答弁から逃げ、必要ないって言い張ってて私の裁判の証言から逃げ、ワクチン2億回で死者ゼロとデマ飛ばして追及されたら運んだだけ運び屋です、逃げ、再エネ有識者会議では中共が作った資料を使って適切だったって言い張って、総理になってもブロックが続けると言って総理になったらあの人事に口挟ませないって独裁するって今から言っててコオロギ食えって言っててね、これであの人気が下落しない方がおかしいんですよね、自分ではあのマイナ保険証の事業やらされたせいだ、だから人気の人って思いたいんだろうけど違います、河野太郎は自ら人気を落としてるんです。むしろ今まで人気があった方がおかしいんだよな、バレてなかっただけですね。パック飯、佐藤のご飯 14% 値上げ、原料の米の値上がりで、米の値段が30年も据え置き価格だったのが、まあ、異常なんですよね。これじゃ米農家で食っていけませんよ、その間ですね、全然経済成長してなかったっていうことで一体誰が悪いんだろうって思うんですけど、まあ国民みんなが悪いのかな、変なやつに投票しちゃうからダメなのかな、思ったりしてね、東武鉄道と日立製作所が共同で指紋決済システムの実証実験開始だそうであります。とりあえず全国100箇所いずれは2000万人が使うシステムにしたいそうで、再来年からファミマ全店に置けよって、言ってるらしいんですけど、すげえなー、クレカの事前登録とか必要なんでしょうかねこれ、指紋と個人情報知られたくない人はまあ使えないね、私は別にいいけどさ、パヨはこれ大騒ぎしてないですかね、騒ぎそうっすね、指紋が警察にすでに登録している人されている人とか、パヨね、で、あと暴力革命を未だに目指してて、まあ、体制に逆らうと俺かっこいいみたいな、バカとか、まあ何指名手配のやつかぐまってるであるとか、そんなパヨはこれ嫌だろうな、指紋決算決済、指紋決済一体どうやってなんでしょうね、指紋を押し当てながら、まあ、現金チャージしてみたいなそんな感じになったりすんのかな、パスモみたい、スイカみたいになったりすんのかなって思ったり、それともクレジットカードで連動してて登録されててどうなんでしょうね、全然わかんないな、まあ私は平気ですけど嫌な人もいるだろうなって話であります。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。